皆さんこんにちは。プロレーサーそしてテストライダーの丸山ひろしです。やりにくいはい、チャレンジ男子キャスター5期生関根ひろしです。はい、はい、黙々と走ってましたね。そうです、今回はですね YZF-R15 155cc なんでね、他のやつは125シリーズで XSR MT で R125 でやったけど、はい、これだけ 155cc 設定が、はい、乗ってみてどうでしたか。やっぱ、まあ、155と120がそんな変わらないだろうと思って、うん、入ってったら全然違いましたよ。そうなんだよね。ほんのたったちょっとなんだけど、はい、なんだろう、ずいぶん走りはしっかりするし、はいはいはい、音もなんかちょっと太い音で、はい、もうすでにエンジンかけた時点でカタカタっていうよりはちゃんと排気音っていう感じがしてて、はいはいはい、お、力強。そして出てってもうね、ピットロードをアウトしたあたりでグオッてこう、なんていうのかなあ、力ちゃんとあるなって思って、はい、さらにストレートに出たら、おら、速え、結構速えなって思いをしたので、はい、あ、101号にするだけの意味はあったかな。そういうね、もうエンジンのフィーリングで言ったら確かに125と1号そんなに違わないかと思ったら随分と力感、はい、で、俺はこの車格、このね、フルサイズ感の車格にはやっぱりこのエンジンが本当は一番合ってるなと思った、はい、125にしたらでかいもんね。でかいですね125、これは1号だけど、はい、そのフルサイズ感は125と多分車体はほぼ同じなはず、はい、そうですね。スプロケットだけ違うのかな、ちょっと125がちょっとショート、2丁ショートだったかな、まあ、それで出だしの加速感が多分同じようになるぐらい、はい、逆に言うとこれはロングになってるけど全然出だしいいし、そしてなんといっても6000、まあ、8000から1万回転のところでパキーンと伸びるところが今回クローズコンセプト買わせてもらったんで、80キロまでしか伸びないところが90キロまでストレートで伸びたもんね。そういった意味ではね、やっぱ速いなと。だからまあストリートで乗ってでもね、こいつはやっぱり速いなと思うし、なぜ、その R15 の方に乗るかって言ったら、やっぱ高速道路、あ、そうですね、乗れますもん。125シリーズでやっぱ高速乗れないけど、このフルサイズ感、そしてこのしっかりしたカウルがついてたら、はい、高速乗っちゃいたいもんね。乗りたいですね。乗りたいもんね。そういった意味ではまず排気量の規制として高速道路に乗れるっていうのもあるし、高速道路でもこんだけパワーが上の方にあればそこそこ見劣りしなくて走れんじゃないかなっていうね、はい、R25 ってもっとパワー あるんだよなって思うんだけど、あ、そうですね、いや意外とこいつ125と一緒に走ってたからかな、あ、そうです、他の125、3台走ってこいつを乗ると、うん、おら、これ結構いいパワーフィールあるなというふうに思いましたね、はい、まあ、そんなところもあってですね、こいつの魅力どんなところかな。やっぱりまあ125と同じになっちゃうんですけど、うん、見た目はとにかくすごいいいデザイン、本当だよね。あの、これ今なんだろうな、カラフルな、ね、デザインにしているけれど、単色のやつを見ると本当に YZF-R シリーズの R1、R7、R6、R25 の中で見劣りがしない、うん、特にこう伏せた時のここの辺の一体感だよね。いや、ずいぶん作り込み、このインナーの、ね、カウル類の仕上げとか、ね、スカスカ感がないですよね、うん、このステムのね、肉抜きとかすごいよな、うん、もうそういった意味ではね、スーパースポーツ買ったなって感じがするし、まあ、高速道路も乗れるしっていうのでね、まずやっぱりデザインの方で、褒められちゃうかな。そして相変わらず足回りがフロント倒立フォークのリアがリンク式サスペンションということで、はい、XSR MT シリーズと比べると結構足回りがしっかり感、125とは多分 R125 とは変わらないと思うんだけど、ダンパー結構効いてるんですよね、はい、そういった意味ではね、ブレーキしっかりかけられたし、リアも踏ん張りは結構あるなと。相変わらず言うけどフロントブレーキね、そんなにカチンとは効かないんだよね。まあ、そうですね、まあ、125cc なりの雰囲気でフロントキャリパーはバイブレがついてるのか、はい、はい、クラッチ軽いよね。軽いですね、さすがにね、さすがに125軽いなと思ったけど、アシストクラッチもついてんだよね。ついてますね、はい、それもついちゃってるし、
VVA バリアブルバルブアクチュエーション、アクチュエーション、すげえな、ここに書いたアクチュエーションって、可変バルブタイミング、バルブ、バル、管が違う、可変バルブ機構、可変バルブ機構かっていうのがついてるというね、贅沢モデルであり、トラクションコントロールがあり、そしてオプションでクイックシフターがつき、はい、メーターにはトラックモード、トラックモードというね恐ろしい、本当になんだろう、 IZF シリーズだよなって思わせる、うん、本来はでも別に使わなくてもいいと思うんだけど、だけどなんだろうな、街中でもちょっとトラックモード、トラックモード やるよね、やる気になります、やるよね絶対ね、はい、結構ね、なんだろうな、よし今日は走りに行くぞって言ったら絶対トラックモードだよね、はいはい、トラック行かないんだけどトラックモードを使うっていうね。でストップウォッチは一体どこで使うんだろうなっていう、あれどうやって作動するんでしょう、ね、うん、まあ、あのここにインフォボタンとかトリップボタンがあるんで、この辺で操作させていくとは思うんだけど、うん、今回はちょっとね、さすがにストップウォッチモードまではやらなかったけど、でもちゃんとトラコンオフもできるし、ラップタイムっていうね、そんなところもちゃんと出てるというね、うん、意外と贅沢仕様だなとは思います。あ、これここ時計があるのか。あ、そうですね、これは時計があるんだね。まあこういったところもね、まあ豪華装備だなと思うし、そんな意味で言うと、まあ R15 どんな人におすすめですか。 R、まあ、難しいのが、うん、R25 と同じクラスにいるっていうところでちょっと、そうだね、そうだね、難しいところがあるんです。でも R25 よりなんか、うん、ポジションは本格的ですよね。そうだね、意外とフロント腰骨近くまで、そして絞りも結構効いてるし、なんかネイキッドバイクっぽいゆったりした感じじゃなくて、はい、意外と攻めのスーパースポーツだぞっていう感じを味わわせてくれるポジションにもなってる。ちょっと腰だったもある、ね、そうですね、そういった意味ではね、結構本格的なスポーツバイクというイメージで YZF R シリーズの中にちゃんと組み込まれてる、はい、それで125があって、1号があって、25があって、6があって、はい、すごいね、すごいですね本当に、そういった意味ではね、なんか本当にね、誰におすすめっていうのはちょっと難しいくはなってくるけど、確かに2号この上にすぐあるからね、うん、でも、そうなんですよね、R125 と、同じ車体で使わせてもらっていて、で高速道路に乗りたい人、はい、価格はいくらですか。価格がですね、うん、こちら IZF R15、うん、55万円ちょうどになりますね。55万円か、125が51万7千円になります、ね、はいはい、もう3万円ぐらい、3万3千円。車重は、車重がこちらですね、141キロ、125と同じですね。あ、125と同じ、はい、141キロなのね、そしてタンク容量は10リッターだよね。タンク容量がですね、こちらは11リッターだ、はい、YZF シリーズは意外とタンクは、まあ、プラス1リッター多めになるっていう形で、オプションに、クイックシフターアップだけだと思うんだけど、そういったものもついて、はい、豪華装備持っていける、R15 155cc 19馬力だよね。19馬力じゃないかな、9馬力、はい、1番回転ですね、125シリーズが、まあ、15馬力なのに対して4馬力アップなんだけど、はい、その4馬力意外と、まあ、大きく変わりますね、感じだね。街中乗ってる時はそんなんでもないかもしれないけどね、125でもいいかもしれないけど、パッてちょっとアクセル開けていくところ、はい、まあ、やっぱり高速道路乗った時にこの馬力感がないとちょっと厳しいかなっていうので、やっぱり大きくは高速道路使うか使わないか、はい、そんな人にはこの R15 がおすすめなんじゃないかなと、はい、そしてここから多くのスポーツバイク乗り、バイクをスポーツとして乗る人たちが増えてくれればいいなというふうに思いますけど、はい、はい、どうですか。そんな感じ一個ちょっと言いたかったのが、どうぞ。スイングアームが全部アルミらしいんですよね。おお、マジで形すごくないですか、スイングアーム。うん、相変わらず、あの、これ今フレーム見えないけど、フレーム結構かっこいいね。フレームもそうなんですよね。アルミではないんですけど、うん、スチールのこう太いフレームになってて、うん、隠しちゃうのがもったいないぐらいだから、うん、XSR とか見るとフレームすごいかっこいいんで、はい、やっぱり作りは本格的で、なんとリアアームアルミなんだ。アルミみたいです、ね、お金かかってすごいですね、はい、そんなですね、 R15、まあ皆さん、R125 シリーズの中に唯一ね、155っていうのがちょっと出ましたけど、こいつはこいつなりの価値観が、高速道路に乗れるとか、もう一歩上っていうのがちょっとあるので、そんなところも見て、
こいつを選んでいただくのも良いかなと思います。はい、以上、今日もご視聴ありがとうございます。モーターステーション TV ではチャレンジ女子アナウンサー男子キャスター8期生を募集しております。次戦他戦問いませんので、ぜひ皆さんご応募ください。そしてこの動画がいいねと思った方はグッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。